電気つけっぱなしで寝ちゃいました。そして温まるために昨日は寝袋を掛け布団代わりにしてソファーでゴロゴロしてました。そして一番やばいの、はい、ろうそくつけっぱなしにして寝ちゃったっていう、めちゃめちゃ危ないことしちゃって、運よくすごい大きいろうそくだったんで朝までついてたんですよ。これがね、なんかもうそこまでついてたりとかねして燃えてたら怖っていう、これは気をつけないといけない。なんかちょっとアーティスティックな感じにもなってますけど今日はファーマーズマーケットの日、食料大量ゲッツ。今日はなんか袋に入ってるサムゲタン肉が丸ごと入ってると思わなかった、びっくりだった。すごい、これカルディで売ってるやつらしいです。中に何か入ってる、わーわー、すごい、お米入ってる、すごいね。へー、面白い。何やの、あの赤いの、なんだそれ、なんだろうね、なんか身、なんか一応書かれてたよ、なんか、うん、チキン、すごい美味しそう。いただきます。ネギ入れた、好きじゃない、美味しい、美味しい、わ、美味しいね。なんか友達がさ、めっちゃサムゲタン好きでさ、食べたことないんだけどさ、うん、どんなのかなって買ってみた。さっぱり、でもなんか濃厚だね、チキンのこのスープは。もうそれ買ってから送った。で、いつも安くしてもらってる、よろしくお願いして。ではこの事件現場をちょっと修復します、はい、お風呂にね、湯船に浸かるの浸かりにくいのでホラー映画みたいになっちゃってから、これ大変そうだね。でもさ、これパキッていくんじゃん、ほら、うわー下
ゴミの日でよかった。ここめっちゃホラーだ。横から見たらさ、なんか滝みたいになってる。もしかして昨日消してないのかなって。私の貫通もなってたから。これやばいね。だいぶそこまで行ってた。ここ貫通してる。奇跡的にプラスチックが溶けたりそういうのはしてないみたいです。どうでしょうか。これをもう取ってさーってやるしかないね。ちょっと、わっ、まあ、あとはちょっと水とかに流してさ、排水口のところで拾えばいいんじゃん。こんな感じで、ここはちょっとタオルかなんかでも拾って、これどんなして落とすんだろうね、こういうの。だからね、こういうの詰まるさ、ろうそく。こんなのはさ、熱湯入れたらもうすぐ溶けるわけよ。だからここも熱湯かなと思ったんだけど、排水口で詰まるのが怖い。あそこで固まってしまったりとか、うん、だからもう丁寧に拭き取るしかないよね。ということで皆さん、お風呂でろうそくを使うときは気をつけましょう。必ず消してお風呂から出ましょう。 Yeah.